今日から YouTube をスタートすることになりました。私のチャンネルは基本的にこのココパームキッチンはお料理動画をアップしていきます。日々のお料理だったりとか健康的なお料理とか、後々ちょっと薬膳とかハーブを使ったお料理とかもいろいろご紹介していこうと思います。他にも実は2つチャンネルを開設することになりまして、もう1つのチャンネルはココパームガーデンという名前です。でココパームガーデンはガーデニングだったりとか有機のお野菜を作ったりしているので、その様子をアップしていきます。でもう一つはココパームファミリーなんですけど、私家族結婚して子供もいるんですが、他にも家族がいるので兄弟だったりお父さんお母さんだったりみんなでこう旅行に行ったりとかね、キャンプに行ったりよくしてるので、そういうファミリー系の動画もちょっとアップしていこうと思います。まだまだ YouTube 初心者なので定期配信したいけど、毎日できるかな、どうかな。ココパームキッチンは頑張って毎日配信する予定。定期配信ではないんだけど、ちょこちょこアップしていく予定です。もしよかったら、動画が面白かったりとか動画が良かったらぜひチャンネル登録、それからグッドボタンもよろしくお願いします。気合い入れて、じゃあちょっと頑張っていきます。お料理の今日の第1回目はちょっと前に流行ったやつなんですけど、ドレスドオムライスっていうちょっとドレスのね、ささみたいにふわふわってなってるオムライスを作っていきます。実は料理がそんなに得意なわけではないので、上手にできるかどうか分かりませんが、精一杯頑張っていこうと思うので、ぜひご視聴ください。それでは料理編に GO。
今日から YouTube を始めて、まず第1回目はドレスドオムライスを作ってみたのですが、めちゃくちゃ失敗しまして、こんな動画あげない方がいいんじゃないかなってけんちゃん主人に相談したら、いやあげろよと言われましたのであげることにしました。もうジュンズキッチンさんに憧れて、ちょっとかっこいい料理動画を作ろうと思ったんですけど、ちょっとどうも無理そうなので、私の料理スキルがあまりにも低いということに気づいたのでちょっとまあおいおい成長していくかなっていう長い目で見てもらえたらと思います。すいません恥ずかしい。まあことごとく失敗してますが、ちょっと明日はすっごい簡単に作れる機械に頼ったちょっとお料理というかパンでも作ろうかなと思いますすいませんその後ちなみにご飯でタコ飯を作ったんですけど、キンちゃんが釣ってきてくれた、主人がね釣ってきてくれたタコでタコ飯を作ったんですけど、そっちはめちゃくちゃ美味しかったので、ああそっちを動画にしたらよかったなと思いました。うん、これからも頑張ります。毎日更新頑張るぞご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンお願いします。好きな